はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、新パックにて登場した海竜神リヴァイアさんをね使っていこうというふうに思っております。このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、今回はこのリヴァイアさんのパワーをね皆さんに読み出していくんですけれども、これどういうモンスターかっていうと、あのね、水属性が許さんっていうモンスターでございまして、フィールドに海が存在する限り、水属性以外の表側表示モンスターはお互いのフィールドにそれぞれ1体しか存在ができないという、お互いのプレイヤーは自身のフィールドに水属性以外が2体所存する場合には1体になるように墓地を送らなきゃいけないっていう、なんかそのなんていうのかな、あの永続効果というかね、まあ、あの着地した瞬間にも適用されるような、なんかすげえ効果を持ってるんですよ。これ結構最低が特殊なんで、まあ、詳しくはちょっと遊戯王引きとか見てほしいんですけど、あの相手のね展開をねめちゃくちゃに阻害できるんですよね。これちなみにリヴァイアさんがいる状態で海を即座に発動した時には、なんかもう神戦とかなんかあのそういうカードがあったとしても、なんかぼっちに送らないといけないっていう最低をなんかすげえ最低もらってまして、このモンスターなんかねやばいんですよ、一言で言うとちょっと伝わりにくくてごめんなさい。だから、まあ、何が起きるかっていうと、例えば、まあ、展開を阻害できるんで、今最近ねあの新パックで、また復活の兆しを見せているフワンダリーズっていうデッキとかだと、例えばイグルンとかってこれ風属性なんですよね。だから風属性がいるともう風属性出せないから、イグルンを召喚してしまうともうエンペン出ないんですよ。だしライザーも出ないんですよ、風属性なんで。こういうねめちゃくちゃ強いね効果を持っています。だから今現状盤面にいない属性しか出せないっていうことですね。これをね今日は使っていくんですけれども、これ結構簡単に出せまして、このリヴァイアさんというモンスター。あ、ちなみに1番目の効果がその制圧する効果で、2番目の効果は海かリヴァイアさん魔法トラップカードかシーステルスを、持ってこれるっていう効果ありましてね、これもめっちゃ強くて、おまけにしてはあまりに最強。まあ、海持ってくる、もちろん自分でアトランティス持ってきたりとか、それからまあシーステルス魔法トラップなので、シーステルスアタック持ってきたりとか、あとリヴァイアさん魔法トラップなんでアンガのリヴァイアさんが持ってこれたりとかするんですけどね。でこいつどうやって展開していくかっていうと、レベル5なんですよね、水属性の。なんで、まあ、単純にそのアトランティスを張ればもうあのポンって手札から出てくれると。で他にもね、あの今回新規でこのフィサリアっていう、これ N じゃねえだろっていう性能をしてるんだけど、このモンスターがマジ強くて、これあの手札デッキおよび自分のフィールドの表側表示の中から海を墓地を送ると手札から水属性出せるって書いてあるから、フィサリアで例えばリヴァイアさんを、特殊召喚できるし、こいつがねまたね制圧効果持ってて、フィールドに海があるだけで、魔法またはモンスターの効果を無効にできるって書いてあるんですよ。で打点アップするっていう、これね、だから例えば、まあ、相手のウララとか増殖怖ければ、アトランティス張った上で、まあ、フィサリア出して、フィサリア効果って言ってあげればもう相手の誘発とか怖くなるんだよね。まあそんな感じ、まあ、無限法要とかはきついけど、あのそういう、マジックカードまたは魔法モンスター効果でなんか妨害してくるような効果に対してはめっちゃ強いです、これ。はい。でこのデッキ何をしていくかというと、もう単純にこれ出してリヴァイアさんとフィサリア出してビートするっていうデッキなんですよ。これね、これするだけで強いです。あのね展開とかあんまなくてルートとか展開ルート難しい、なんかそのソリティアとかなくて、もう、ま、マジでフィサリアと、リヴァイアさん出してビートするだけ、これで勝てる。ま、生放送を見ていただいた方だったら分かると思うんですけど、それだけで強いのがこのデッキのいいところだから、あんまりなんか難しいこと考えなくていいし、なんかね海とねなんかのあのリヴァイアさん揃ってるだけで結構勝てんだよね。それがいいところです。あと増殖するチーズとかもめちゃくちゃ踏まないし、はい。で難点はですね、もうとにかくね海とリヴァイアさんを揃えるかためにカードをいっぱい使う必要があるんですよ。2枚コンボなんで、実質結局1枚初動はなくて、このデッキにリヴァイアさんと海を揃える必要があるんで、そうなってくると結構コンボパーツがいっぱい必要になってきちゃうんじゃないですか、サーチカードとか。なのでちょっと、ね、誘発とかが入れにくいんですよね、このデッキ。ちょっとやっぱ事故っちゃうから、言うてそういうカード入れてると。ただ今回はリヴァイアさんにつながるカードとして、リヴァイアさんプラスあと愚かな服装、これ氷結界落とすんですけどね、氷結界落として、氷結界の効果でリヴァイアさんさせてるんですけど、あとそれからフィッシュソナーっていう、これあの海のカード名が記されているレベル7以下のモンスターを持ってこれるよっていう効果があるんで、まあ、これフィッシャーマンとか持ってこれるんですけど、今回はリヴァイアさんを持ってきたりとかできるんで、この辺のカードが全部、リヴァイアさんにつながるカードとして、まあ、9枚、それから、海のーカード、海が一応、アトランティスの戦士、でそれからアトランティス、それから、このシーステルス2、それからテラフォーミングっていうことで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚入ってるんですね。だから海10枚プラスリヴァイアさんが
9位までみたいなイメージ、まあ、こんだけやればまあ揃うかなっていう、まあ、たまに事故るけど、まあ、7、8割ぐらいは揃うかなって感じで、さらに、フィサリアもあるんで、こいつ出せればちなみに海も持ってこれますから、シーステルスも持ってこれますから、なので、まあ、フィサリアでもいいから、あの、リヴァヤさんの相方が、フィサリアとリヴァヤさんでもいいんですよ。なので、まあ、確率的にはね、結構揃うかなって感じ。はい。使ってみていただければ分かるんですけど、こいつの、あの、制圧力やばすぎて、なんかこいつ立てて、シーステルス後ろに構えるだけで勝てる試合がかなり多いので、あの、普通強いです、これ。デッキとしては。強い。ちょっともうちょっとね、あの、デッキ、あ、なんか、あの、ギミックコンパクトにして、あの、誘発いっぱい詰められればもっと強いかなと思うんだけど、俺の構築力ではこれが限界だった。ぜひね、ちょっと皆さんもね、試してみていただきたいと思います。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。神の力を見せてくれる。神の力をな、お、これ神サーチカードある。神サーチカードあるが、え、これ取れますこれ。これ取らないとやばい。これ取んないとやばい。なんかあるあ通る OK 氷結界を墓地送ってるぜ。これは水属性の上級モンスターを、デッキから墓地に送ってそのまんまそいつを回収したり墓地の水属性回収したりできるカード。さあ OK 通る。なるほど。なんだこのチェーン。ちなみにこのデッキ増殖する G は1ミリたりとも刺さりません。なんでかっていうとマジで特殊召喚全然しないから、びっくりするぐらいしないから、これね、リヴァイアさん召喚で終わりなんですよ、これ。これ展開しろっす。はい。これで十分強いのが、やっぱりリヴァイアさんのいいところですね。で、シーステルスアタックを一応手札に加えていく。で、シーステルスアタックは、表にしておかないとちょっと逃げる効果は使えないので、一応ここでエンドしまして、ドローフェイズに速攻打っていきましょう。さあ、ドローフェイズ。シーステルスアタックの効果発動。さあ、これで、俺のモンスターは、最強状態に突入じゃい。ちなみにあのリヴァイアさんの効果によって水属性以外のモンスターは1体しか存在ができねえっていう状態になってますんで、楽に融合、まあ、増殖する G を打ってみましょう。増殖する G は打てますよ。で増 G 効果通りました。 OK 了解。まあ楽に融合打ってきたらもう逃げましょう普通に。これミラチェード出るんだっけこれ。アレバスの楽園と、デスピアンで、ルベリオン。はい。なるほど。これって、あ、でもルベリオンが控えだからミラジェードは出んのか一応。闇だもんな、あいつ。属性確か。はい。なるほど。あれなんか出てこねえな。なんでだ、え、これ別にルベリオン、あれルベリオンからのミラージュードできないでっけ。え、あれなんか俺の思ってるなんかことと違え。あれこれなんかさ、ルベリオン光だよね。ルベリオンってあれ光から光と闇、あれなんかちょおかしいな。まあいいや、ちょなんか動けないんだったら俺リヴァイアさんでサーチするわ。相手が動けねえ時に動くしかねえ。あ、なるほど。はあ、うららくんはまあ別にいいか。うららでまあサーチ入んなかったところでそんな困んねえわ今。なんでかって俺には最強カード愚かな服装があるからさ。愚かな服装の効果を発動。愚かな服装の効果によって氷結界を墓地に送るぜ。氷結界はまた上級の水属性モンスターをサーチすることができる実質。氷結界の効果、まあこれで持ってくるのは、いやこれもう一回リヴァイアさんじゃね。ちょっとリヴァイアさんでゴリ押すことにするわ。まあ最悪一体取られようとしても、なんかそのシーステルスで逃げて一体は絶対にいるっていう状態にしておこう。これが一番強いと思う俺は。じゃあね、フィサリアが持ってこればいいんだけどね、フィサリア持ってこれないんで、まあ、とりあえずね、シーステルスアタックの効果によってね、君のモンスターは破壊されるんだ。いやー強え。強すぎるぜ。なんで強いんだ。アンガのリヴァイアさん一応セットしておきか。まあ、海送ってフィールドから海送ってなんかデッキから海系のモンスターみたいに出すっていこうかなんですけど、まあちょっとコスト重いんですけどね。まあ言うて海は別にリヴァイアさんでサーチできるんで別に良くて、はい。では相手はあとはこっちの動きをどうするか。フュージョンデスティニー、なるほど。フュージョンデスティニー、なるほどね。まあ無効にする効果、ちょっとこれがねあれなんですよね。フィサリア君がいたらね魔法モンスターの効果無効にできるんだけど、まあ、とりあえずちょっと増殖する時打ちまして、
で、ドローンに変換していくしかないですね、これはね。まあ、最悪破壊されそうになったら逃げましょう。シンステルスで。で、これ、今、シンステルスでデスフェニーは解除されるから、まあ、効果使うしか多分処理することはないんだけど、けど、シンステルスで、リバヤさんが逃げれば、表側のマジックトラップカードは破壊されないから、一応、裏側のカードとリバヤさん以外は守れるって感じですね。はい。デスベニー効果発動してきました。ここで逃げましょう。シーステルスアタックの効果発動。フィールドのモンスターを、水属性モンスターを除外することによって、このターン、表側のマジックトラップカードは効果では破壊されない。ちなみに、普通にリバヤさんは死にます。逃げなかった方のリバヤさんも普通に死にます。あ、まあ、ですよね。ですよね。リバヤさーん。リバヤさーん。まあ、でも相手ヒーローしか出せねえから展開できねえよな。ヒーローしか出せねえから大丈夫だ。とりあえず、リバヤさん帰ってくる。で、デスフェニー効果発動されるようであれば、また、逃げるしかないんだが、リバヤさんが。いや、表側は割れるわけいかないんだよね。とにかく、デスフェニー OK。OK。デスフェニー OK。まだ何もしない。なるほど。抜かったら、行け、デッキラギフィサリア。このモンスターは海が存在する場合、相手の発動したモンスターの効果または魔法カードの効果を無効にすることができる。そして海流神リバヤさんの効果発動。海流神リバヤさんの効果によりリバヤさんマジックトラップカード系の OK いいだろう。お前は一回黙ってろ。電気キラゲフィサリアの効果どうだ。 N カードの N カードの効果で止められる UR の気分はどうだ。強すぎ。このカード N なんですよ。これ絶対リアリティミスってるだろ。モンスターの、攻撃行使をアップし、さらに、マジックトラップカードをサーチすることができる。シーステルス2を、手札に加えるぜ。シーステルス2は、このカードが存在する場合、こっちのモンスターは相手のモンスターの効果が対象にならない。そしてフィスタリアの効果を発動。フィールドまたはデッキから海を墓地に送ることにより、ちなみにルール上このカードを海として使う。デスミアカアトランティスの墓地を送り、手札から水属性モンスターを特殊召喚。現れよ大要塞クジラ。計算します。いける。大要塞クジラの効果、すべてのフィールドの水属性モンスターはこのターンダイレクトダックをすることができる。海からてめえの顔面にダイレクトダックだ。ちなみにシーステル2の効果によってバトルフェーズ開始時、自分の墓地の水属性、あ、これ出してもいいな、水属性モンスターを特殊召喚することができ、ちなみにこいつはバトルフェーズシード時に破壊されるっていう効果があるんですけれども、出したモンスターは、シーステルスアタックでなんか、逃げると、逃げるな卑怯者ってやると、バトルフェーズシード時に破壊されないっていう。で、密属性モンスターがダイレクトが行える。おい、いけ、ダイレクトタックモンスターガンムシドヤーつえー最強。いやー、うらら1枚で止まっていただけるとありがたいんですけど、うらら1枚で止まっていただけますかね、この人ね。うわー、エクレシアちゃん来た。ロイヤル見せつけていく。これ止まります。これ止まっていただけませんかね。はかなやめろ、はかなやめろ、はかなやめろ、はかなやめろ。ご指名入りまーす。くっそくっそ。いやー、双剣にね先行で動かれるとさすがにきついよ、こちらとしても。まあ、増資が一番ね、多分双剣には多分なんか辛いかなとは思うんだけど、めっちゃ特殊召喚するからあの敵。いやー、これ通んないとソナーオロフク、まあ動けなくはないけどって感じかな。うん、ハンド的には動けなくはないけどって感じか。まあちょっと相手のあのあと展開はもうなんか指くわえて待ってるしかないんで、つえーでもめんどくせえなぁ、くそうっさい。ちょっと一回あれですね、あの氷結界落として怪獣サーチに行こう。怪獣サーチに行ってちょっとなんか起きねえかな。バロネスだけはマジでめんどくせえから。あ、止めてくるんだ、なるほど。あ、でも効果使っていただけたのはでかいね。効果使っていただけたのか。効果使っていただけた。一応、氷結界はサーチできなかったが、一応、じゃあ、フィッシュストナーは通る。さあ、これがカジキ竜太くん、お手製のフィッシュストナーですよ。はい。高い金はたいてね、買いましたからね、ストナーを。
これとりあえずフィッサリア持ってるしかねえか。フィッサリア持ってくるしかねえんだよな。でちなみにこのシーステル2があると対象取れなくなるんで、相手のモンスターが。なんで、一応あの赤章はケアできます。ただ、後ろにある双剣暗転マジやばいっすマジやばいっす。双剣暗転で世界終わりまであります。これこれ撃たれないことを祈るしかないです。これセットセット、これね、撃たれないことを祈るしかないマジで頼む撃つな、やめて。エンドはお、オッケー、あ、通、まあ、一応じゃあ通ったんならギリね。一応ね、あの暗眼がチェーンできるんで、相手の双剣暗転に。なんでまあ多分なんとかなるね。あこれはでもフィサリアで行こうか。フィサリアの効果発動、フィサリア効果発動、魔法カードの発動は無効に、いや赤章それはね、対象取れない。フィサリア君は対象取れないから、それ多分あれだぞ、あのバロネス対象取るしかないぞ。まあバロネスどっちにしても無効になってるから別にいいけどな。はいはい、それも一回効果使ってるからあんま関係ないが、いやあとだからあれだろう、これファーピの羽暴起無効に化できたので、暗眼がね、暗眼なんだよね、暗眼を通すしかないね。あとはまあ、ぶん殴ってくるよね多分。どっちから、いやこれ氷結界使えるからどっちにしてもいけるぞ。バトル OK、 どっち、そっち、なるほど。氷結界発動、相手の攻撃宣言時相手のモンスターの攻撃力をゼロにし、表示形式を変更できなくし、効果を無効にする。つえー、うわー、まあ、使ってくるしかないよな。双剣暗転の効果、エンドフェーズに打たなかったのが功を奏したと。俺は完全に来た。暗眼のリバヤさんの効果発動、暗眼のリバヤさんの効果により海を墓地に送り、フィールド上の海を墓地に送り、デッキから海関連のモンスターを2体特殊召喚できる。現れろ大要塞クジラ、そして海流神リバイアさん。よし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 、耐えてる耐えてる。ちなみに大要塞クジラはバトルフィール中に相手のフィールドの表側表示モンスターを破壊する効果を持っているぜ。いけ大要塞クジラ爆殺ドゥーッ、よし盤面返したぞ、盤面返したぞ。危なかった、あの双剣暗転を多分エンドページに打たれてたら俺は終わっていた。さあこれは耐えてるぞ。爆や、なるほどな。まあ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 、その辺はまあいいだろう。これあれだな、絶望のカードサーチさせるか。これさ、この絶望のカードサーチして相手分からせるわ。氷結界の効果、デッキから水属性モンス、上級水属性モンスターを墓地に送り、そのモンスターを手札に加えることもできる。さあ絶望のガメシエリを手札に加え、さあどうする。お前がどれだけ強いモンスターを展開しようとしたところで、ガメちゃんの効果でフィールドからリリースさせてもらうぜ。まあ効果っていうかリリースさせてもらうぜ。どんだけ強いモンスターが出てきたところで俺には無力。ああ赤翔くん、いいだろいいだろ。赤翔くんの効果も使いましたもんね相手。はい、一旦に一度のはずだ。どっちかどっちかにしとけって言ったはずだ。そのモンスターはどっちも使えない。さあどうする、セット怖えなお前、またちょ暗転2枚やめてくれマジで。ドゥルー、シーステルス来た。なるほど、ちょっととりあえず一旦でも暗転はケアしないといけないんで、これちょっとリリースしますよね。はい、でガメちゃんプレゼント for you、 OK。でリバヤさんの効果、海またはリバヤさん、またはシーステルスカードを手札に。あーなるほど、まあ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 、ここ無限保養はあんま辛くないですね言うて。伊達上回ってますし、大要塞クジラ君が2550あるんで、まあこいつはぶん殴りに行けばいいんじゃないでしょうか。さあ攻撃表示に全員変更していく。とりあえずそのプレゼントした画面シュエルは自分で処理させてもらうわ。おら2550こっちから殴るしかねえ。おらで、あとは海を発動すればいいだけなので、僕神カード引いたんですよね。はい、完全にまくりきった。これさすがにセットで、エンドドローフェイズ、もちろんシーステルス2は墓地で存在する場合海として扱う。シーステルスアタック発動、そしてシーステルスアタックの効果により、シーステルス1の効果によりシーステルス2を発動。うおーお前
水属性が許さんから展開。水属性以外は1体までお願いします。なに苦し紛れにフィスタリア効果。海が存在する場合、相手の発動したモンスターの効果またはマジックカードの効果を無効にする。残念だったな。その手札1枚で何ができる。攻守をアップするぜ。つえ完全にアシュラオッケー。アシュラ一体では何もできない。あ、残念だったな。最強だぜこの盤面。ちなみに大要塞クジラは先ほども言ったように水属性モンスターがダイレクトアタックをすることができる。とりあえずアトランティスだけ発動するわ。もう余計なことはしねえ。大要塞クジラの効果、すべてのモンスターはダイレクトすることができる。行け、相手の顔面にモンスターはガンムシだ。ダイレクトアタック、うおこれが海の力じゃい。対戦ありがとうございました。反応は悪くないですね。通りますかねって話ですけどね。とりあえずこの愚かな服装とかいうカードを発動するんだけど、なんかある、なんもない。なるほど。氷結界を墓地に送って、で氷結界の効果、氷結界をゲームから除外すると、上級水属性モンスターを墓地に送ってそのまんまそいつを回収することもできる。さあこれによって史上最強モンスターであるリヴァイアさんを手段に加えていく。このリヴァイアさん、フィサリアのムーブですね。まあ、ちょっと無限包容だけちょっとケアできないんだけど、これトラップカード無効にできないんだよね、フィサリア君って。まあ、ここは穴だね。トラップカード無効にしてくれたら多分これ UR だった。多分無限包容無効にできないんだけど、トラップカード無効にできたら多分、あ、これ、こちらね。多分 UR、このモンスター。で、海流神リヴァイアさんの効果発動。海流神リヴァイアさんの効果により、シーステルスマジックトラップカード。あれこれ、あ、オッケーいいだ、これでカード1枚セットして、はい、展開以上ですかね。これこのデッキ簡単でしょ。このデッキあんまそれってやないんですよ。これマジで簡単。このデッキ回すの本当におすすめ。俺みたいなバカでも一応使えることは使える。でシーステルサッカーの効果発動、これで墓地で存在する海を発動するぜ。ダニーダニーえ、これ、え、何が出せんのこれ、え、これで出せるやついたっけ、超融合、え、お前かー、ちょ、海だけ発動するわお前かいややばいノック完全上がってくさ。これ楽園融合メタで入ってる超融合でついでにメタ会えるのもこれ迷惑じゃない。これやっべ、まあ、ちょ増殖通知通る。いや増殖これワンキル取れなかったらいけるけど、これワンキル取られますよねワンキル取られるっていうことでよろしいですかね。これアルビオン出されたら普通に終わるな。いやーこれは厳しい。でも耐えてんな一応。これ耐えてるわ。氷結界も氷結界耐えてる。耐えた効果無効、効果無効にして、攻撃力ゼロ。耐えた。これいけるかワンチャン。いやー赤で何これ出して、あガーディアン決まりだな。やばい俺のシーステレスと海がくそー実証誰が。あでも一応まあでもそんだけなんか特殊召喚してくれたらドローできるからワンチャンある。ミナジェイド、はい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 、あー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 、いやでもこんだけあるから いけんだよな多分。こんだけあるからいける、リソース、いやいけるぞ。返せるかもしんないこれワンチャン。氷結界でまあちょっと怪獣あるから一旦トレモラか、これトレモラやな、トレモラ持ってきて、ででトレモラサーチしていく。フィサリアあるからこれでいいな。いや海がね、
海来てくれ、アトランティスの戦士、俺の愛すべきアトランティスの戦士よ、俺にアトランティスのありかを教えてくれ。アルビオンの方がいいだろう。赤セットは別にはもう、まあ、どうでもいい、どうでもいい、これはこれはどうでもいい。最悪リバヤさんがセルステランとなる。あー身弱い。とりあえずお前ちょっとそこどけ。ミラージェイド君がいると世界が終わる可能性があるから、お前どけ。ガメシエル、こんな失礼、小高打たれても別に最初大丈夫。あとはいやこれフィサリア出す、フィサリア出して、でフィサリア効果発動する、海墓地送って水属性モンスター出したいんですけど、何かありますか。赤、なるほど。あれこれガーディアンキマイラ来る、これもしかして、これガーディアン、おかわりガーディアンキマイラ来ります、来ますこれこれおかわりガーディアンキマイラされたら僕ってもしかして世界、あえあちげえな、2体か、これなんだこれ、あスタペリアか、スタペリア、スタペリア無理じゃねスタペリア無理では、これなんか奇跡起きてこの効果通してくんねえかな。リバヤさん効果発動、なんかサーチしたいのなんか、あですよねですよね、ごめんってごめんってごめんって言ってどうもすいませんでした。